美味しい？美味しい。熱があるからね。冷たくて美味しいよね。まだほっぺが赤いね。チュパちゃんどこ行くの？ママも一緒に寝るから。一緒に寝る？うん、一緒に寝よ。もうママも寝るね。どうぞ、たまった。チュパちゃんおはよう。ちょっと熱があるか確認するね。あれ、リートマ、ママ、だってだよ。手が熱いね。38度2分。ちょっとだけ下がったね。でもまだ暑いね。ご飯は食べれそう？うん。お腹すいた？なんで？喉渇いてる？うん。ポックは保育園だから朝ご飯用意するね。うん。ホットケーキ食べれそうだね。ゆいちゃんは？なんか恥ずかしがってるのか隠れるような感じで食べてるよ。ポックン準備して、ポックン行くよ。何やってんの？チュパちゃんは熱があるからパパとお留守番してて。アイス買ってきてあげたよ。アイス食べる？うん。まだ熱きっと下がってないよね。あ、ちょっと悪いぞ。食べる？じゃあちょっと待ってね。冷たくて美味しいね。あ、でも顔は赤くないね。じいちゃん、じいちゃんだよ。あ、じいちゃんが庭で掃除してるね。アンパンマンは？アンパンマンはどこかな？あ、ここにいたね。ドキンちゃんは？ドキンちゃんもここにいるよ。バイキンマンの？うん、バイキンマンはあっち。バイクは？バイクも隣にあるね。今朝の10時半過ぎたよ。熱どれぐらいあるか測ってみていい？バーチューバーチュー38度5分。ほとんど熱下がってないね。ちょっと上がってるぐらい。お昼ご飯です。今日はシンプルですね。どう、ことたくあん美味しい？美味しいじゃない。 日にちが経つにつれてうどんの味が染みてる感じがする。美味しいでしょ。まだまだいっぱい作っとるでな。しっかり食べてな。あれ、ご飯がないよ。さっきパン食べとった。あ、パン食べとった。まだそれだけか。じゃあパパ特製の大根も。はい、いい匂いだよ。はい、ありがとう。はい、大根もあるよ。うまいだろ。まだ食べてないよ。まだたくさんあるで食べて。また作ってあげるからね。ありがとう。ご苦労さん。ごめんね、今日鼻くそ検査することになったから。痛いけど頑張ろうね。こっち前に来ようか。ほっぺが赤いな。ほら、んでピンクな。触らない。触らないでって。どうだった？ただの風邪でしょ。なんかね、喉に海がついてるって言われた。喉に海がついてる？うん。じゃあプール熱か。
プール熱とかアデノ、あと EB ウイルスの可能性。なんだまだ EB ウイルス、また新たに本当に。ただそのどれも特効薬がないから風邪薬、あとは熱がほとんど下がってないっていうのを言ったから、うん、カロナール解熱剤、カロナール、あれか、うん、をもらった。ああ本当次から次出てくるな、うん、でこれがその薬だな。そう了解。じゃあまあ しっかり飲まして、うん、ED 君頑張って治したぞな。プールの次には今度 ED だって。熱があるときは別に手伝わなくても大丈夫だよ。うん、分かった。手伝いたい気持ちは嬉しいけど、本当お手伝いしたいんだね。今度はちっかちゃんからコックにバトンタッチね。何でも混ざってるよ。オッケー。ありがとう。夕ご飯です。今日は混ぜご飯に塩辛。何また食べないのか。まあ熱があるしね。喉に海ができておるっても食べづらいかもしれないので、まあチュッパちゃんやめとき。食べないというなら。じゃあもう一とくね。うん、残念だけど。後でお薬ね。じゃあ後で薬ね。ごちそうさまでした。ありがとう。まあしょうがないよな、食べれんもんな。無理して食べさせる必要ないだろうな。まあ様子見で見ていこう。うん。ご苦労さん。スプーンなくても飲めるよ。スプーン。ああもうせっかくのお薬が。さっき触った感じだとなんか熱が下がってそうな気がするんだけど。熱測るよ。ちょっとじっとしてて。あちょっと動かないで。あそれでも38度4分だね。やっぱまだちょっと。熱はまだあるね。トミカのマスクはもうないから、アンパンマンのマスクを今チュッパちゃんはしてるんだよ。ないよ。もう9時過ぎてるから寝よ。ポックも眠たいでしょう。明日保育園もあるし。ばいきんまん待ってるから寝よ。寝ますよ。兄ちゃん待ってるよ。そう、兄ちゃんも眠たいんだって。もうミッキー握ってもう眠たいって言ってるよ。ミッキーはね、兄ちゃんが持ってるから、もう寝ましょ。